問してみたいと思いますよ、はい、今回ミニオンたちがスーパーパワーを手に入れますよね、はい、そこでもし好きなスーパーパワーを手に入れられるとしたらどんなパワーが欲しいですか、はい、それでその力で何をしたいかってことも聞きたいです。うわースーパーパワー、これ山田さんから言っちゃいます？山田さん先に言うんですよ。山田さん私は、はい、こうちょうどいい小話ができるパワー。欲しい。欲しいな。困る機会があるってこと。いい皆さんは本当にあのすごいなと思う。山田さんも必要ないでしょ。ありますそんなシーン。美容室で髪切ってもらってるとか。あちょっとした。ちょっとした。はい、ちょうどいい瞬間。はい。なんかちょっと楽しくなってちょっと笑ってもらえる話ができるパワー。はいはいはいを手に入れたいです。欲しいですよね、はい、でバーって盛り上がった後急にその話すことなくて二人であのシーンとするあの時間も気まずいですよね。気まずい。止めどなく出てくる力欲しいですよね、はいはい、支えすぎますけどねスーパーパワーにしてはね。得意なんじゃないですか。得意じゃない。得意じゃなきゃいけないんですけど、うん、得意じゃないですよ。さっきおメイクさんとわーって話した後二人でシーンってなって気まずい時間過ごしました。ついさっきなす。ついさっきなす。そうですか、はい、スーパーパワー、はい、スーパーパワー最近本当に僕が切望してるのは、うん、もう面白い作品が世に溢れすぎてて、映画もドラマも、うん、同時視聴ですね、うん、もう何8作品ぐらい同時に記憶できたらいいのになという、もうそのパワー手に入れたら過去作を全部見返してから劇場行けますから、同時にもう怪盗グルーシリーズを見て、そうね、で行きたいですね劇場に。見たいのいっぱいあるから、はい、それだけ仕事も忙しいってことですね。あーそういうこと。すごい持ち上げてくるさっきからちょっと忙しい感じでやっぱ出ちゃって能力とか能力とかスケジュールをすごい持ち上げてくる忙しい感じ、ありすぎてね、面白いものがありすぎ、はい、最近、はい、寝る暇もないという、ね、寝る暇言ってないですけどね忙しいんだな。ここは言ってないですけどね、頑張ってますよ、うん、じゃあどうですか岡部さん。僕は Wi-Fi ですね。 Wi-Fi Wi-Fi が欲しいなっていう。もう自分で出せる。自分にそう。最強じゃん。自分やっぱりその移動も多くて、新幹線とか乗ってたり、あとそのロケバスとか乗ってて、やっぱそのなんか動画とか見てたりするといいところでやっぱりクッなっちゃうし、ね、でいざその現地着いて入ってみたら、あれなんかここ電波弱いぞみたいなことがやっぱり多い。だから僕が Wi-Fi スポットとして、それで言ったら、はい、あの最近僕らあの番組とある番組で学校行くこと多いんですよ。学校の、うん、僕は本当その初めて知ったんですけど、うん、学校の校長室ってめっちゃ電波悪いんですよ。電波悪いこと多い。なんか結構学園は校長室なことがあるんですよたまに、多分ないんですよ。そのちょっと綺麗なねその学園を用意してくれるんですけど、ね、校長室にいる時、うん、めっちゃ電波悪いんですよ。校長室どこの学校も校長室の Wi-Fi 分かんないんですけど学校があれなのかな、やっぱりそのなんか、うん、壁がやっぱ分厚いからか、まあね、あんまり必要としてないのかな、うん。じゃあ岡部さんが毎回校長室にいれば、はい、みんなが Wi-Fi で、はい、そうです、最高っすね。で、わあ俺あるよ Wi-Fi っつって、つないでって、最高、岡部でつないでってめっちゃ人集まるぞ街とかいたら、はい、Wi-Fi スポットになりたいですね。助かります。確かにね、助かります。じゃあ菊田さんは何がいいんですか。スーパーパワーっすよね、はい、うん、僕は喧嘩強くなりたいですね男、はい、男の子ですね、はい、やっぱその家族ができてるんで、やっぱ拳で、そういうタイプ、はい、あそうだって拳で守るやっぱその最終手段じゃないですか、やっぱ拳って、はい、最後の最後、ね、やっぱそれを守れるってやっぱでかいと思うんですよ。やっぱだからちょっと喧嘩強くなりたいですねあるよさビーム出すとか戦闘能力じゃなくていいんですか喧嘩喧嘩腕っぷしが、うん、そう腕っぷしが、うん、喧嘩強くなりたいまさかの小学生のような感じどうしたことだと思いますけどね強くなりたいんです。そうですか。じゃあね、そんなパワーが身につくといいですね皆さんね、はいはい。